やばいやばい、一ゲームも無駄にせない、スラッターの鏡。嘘でしょ。見取り図の男前パチンコ堂。よっしゃ、僕たち見取り図団、はいはい、史上最も男前なパチンコ実践番組となっております、うん、乗り打ちですが、具志堅は私が、なぜか全部持つと。今までいろんなユニフォームやってましたが、はい、今回夏仕様に変わりました。いや俺マジでキレとるからな。ちょマジで俺マジ楽屋入ってあぜんとしたもん。俺がデザインしたさ。いやいや、ええやんけ夏っぽく。いやいや後悔するで。いやジャイアンとか一番終わってたからあれマジで視聴者数とか半減すると思う。半減するか。あれ見に来てるから、ほとんどは。ほとんどの人あれ見に来てるから。なんか T シャツ目的。そう。いや違います。マジで後悔するで。これ恋口シャツって言って、まあ祭りとかで着るやつ、はいはい、俺がもう、うん、男前パチンコで言ってんねんから、うん、武骨なユニフォーム選びました。どう、ええやん。いやでもマジで兄貴が裏返った時はマジマジであれまたなるから、また戻るから。そんな制服って変わらんての変わる変わる。それ兄貴よって変わるよそれは。じゃあ、はい、抽選してきました、うん、我々、はい、そして並んでもう台取っております、はい、僕が、リベンジにゃんこ大戦争。いや頑張ってよ前回、ね、で、あなたが。俺はもうちょっとにゃんこは一回ちょっと諦めました、うん、前回全然やったから。あれは上級者向けやから、ね、だから乃木坂のまた新しいやつ、うん、アマデジな。お前アマデジやんな、うん、はい。じゃあほんまに頼む。俺も分かったよ、アマデジも舐めたらいけんっていうの。うん、まあ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 いいやな、とりあえずにいいや。わかりました。そんな俺もアホの社長みたいにポンポン渡すわけじゃないいやでもそれ出すから今日は、ということで実践いきたいと思います、はい、皆さん YouTube 協力チャンネルへの登録ぜひぜひよろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。お願いしますよ。声かけてくれた方にはこれ洗車札もステッカーもライターも全て持ってますので差し上げます。ほなちょっと行ってきます。よっしゃ、入店今日は満杯や。じゃあ朝一いきなり行きましょう。まあリプレイ引きたいけどね、なかなかストップ出てこないとね難しいからね。シンプルモードでいきます。ほんまにこれメンタルトレーニングですからね、このにゃんこ大戦争、こういう類のお題ってのはどれだけ心安らかに入れるかなので。ああすいません、ああありがとうございます。レッドブルいただきました。お兄さんも頑張ってスロット打つんですか。あパチンコもう全部渡します。もうこれも渡します。すいませんありがとうございます。すいません頑張ってください。いただきます。いや朝一にいいお兄さんと出会いましたよ。優しいイケメン2人とレッドブルいただきました。しゃあこれ幸先よ。なんか簡単に説明すると、はい、まあ、まず129分の1で当たるじゃないですか、はい、そしたらそのまあいいやつに入るか入んないかは2分の1なんです。なるほど、まあ、入んなかったら200発ぐらいもらってもう何もなしで終わっちゃう。で入ったら、まあ、大体が200発ぐらいの当たりで、そこからまあ継続率 72% のまあラッシュみたいなの入るんですけど、何個かもらえんすよ。最初の1個目で 72% 終わっちゃっても、もう1回 72% 継続のラッシュが1個ついてくるみたいな。なるほどね。とりあえず続けないとダメですね。もういけるね今日は。さあ行きますぜ。これねもうカメラマンさんも暇でしょ見とくのね。出てきたよ巨神猫。はい、こっから引きまくりましょう。まあベル5連、今ベル引いた後なんでね、ベル引き続けるの難しい。はい2つ、ここ止めてくれるんでねこいつ出てきたら。ベル5回でチャンスの抽選。はい3つ、4つは抽選。うわせめて4つはいか。はいそう言うてたらリプレイ2、はい3いかない。まあそううまく噛み合わないのがまたいいよね。いや自力でリプベル5連はすごいな。
何でしたっけ僕推しの。梅沢さんです。あ、梅沢さんでしたおるんかな梅沢さん。まだ梅沢さんには会えてないっす。会えてないっす。ちょっと感謝伝えたいんですけど。あ、さゆりんごはこの前会いましたけどね。あ、番組で。何の番組？川島さんのなんか通信簿ってやつで。でも松村さんは正直3回目ぐらいなんですか会うの。あ、そうなんですか。はい、なんかよりキャラ濃くなってましたけど。梅沢ちゃんもしかしたらこのアマデリダイナっておらんのかな。見てみます。どうやって見るの。あ、いますわ。よし、これ梅沢。梅沢さすがやな。結局そうなんですよ。結局梅沢。行くぞ。いいよ紫。これできたらマジ梅沢ちゃん。盛り上がっていこう。あった、梅沢ちゃん、ありがとう梅沢ちゃん。お礼に行きます今度。失敗よ。めちゃめちゃある。赤保留だけで80%以上ある。いや、これは言ったでしょう。これ出した方がいいですか。一応出した方がいいですよ。生田ちゃん絶対乗り越えよう。引っ張れ。あれ、え、そりゃないよ。そう、もう当たったつもりでおったわ。まあまあまあ、でも、いや、え、梅沢ちゃん、梅沢ちゃん、さゆりんご、さゆりんご、ありがとうさゆりんご。この前共演、梅沢さんで帰った瞬間、いや、マジでマジでか、ここに出した瞬間、しかも一回外れたっていうのでね、ドキッとするから。はい、これキュンキュンが来たんですか。あ、そうですそうです。キュン、このミュージックステージ行っちゃうと戻っちゃう。あ、キュンキュン。頼むぞ。うん、そうす。あれ、あ、おいしゃー、あ、どうぞどうぞ。来ました。で、これももう一回、もっと2じゃない、2が最低なんですけど、それ以上だともっといい。もう一回ぶつかる。なるほど。おお、5やりました。やばいやばい、来たよ。これ振り分け 1% とかしか食べない。え、朝一から梅沢ちゃんですよ結局。今日はいける気がしたよな。やっぱ乃木坂やな。結局めちゃめちゃ相性ですよ、ね、結局乃木坂。言い方は悪いですけど、多分ファンじゃないやつで僕は一番打ってますよ。これどっちでこれですか。あ、どっちか、それでいきましょうか。それが一番、あれ、そっちでいきましょうか。このまで、で、すぐ当たります。で、これが 72% 継続で続いていきます。いやー、気持ちいいな。あなたの言葉
前から ありがとう。大好き。大好き。梅沢さん。梅沢ちゃん。梅沢さんに告白されたら継続みたいな。梅沢ちゃん告白して。恥ずかしくてね。はいはい、あれ梅沢ちゃんじらしてくるな。あれ1回目のあれ終わったってこと？それで1個終わっちゃいました。でも残り4個ある。なるほど。行ってみようかな。あなたのことが。あれ？恥ずかしくて言えない。頼むわ。2つ目終わったじゃん。あれ？これ何なんすか？ありがとう。嬉しい。気持ちいい空気。エアバイブ来ました。え、これ継続何パーなんですか？72%。もうちょっと続いてくれ。難しい。あれ？あ、新内さん。これ入れてたんですか？はい。やっぱすごいです。お、ゼブラ。お、ゼブラ。ゼブラありがとう。私と新内さん何回も会ったよね。ありがとう。つけましょう。大好き。はい、何でしょう。友達のままじゃなくて死ねないの。これ文字金じゃないですか。はいはい、金です。オッケーオッケー。でこれが続きまくったりってことね。でこれ中の当たりの 10% でこれを増やすこともできるんだ。ああ、なるほど。じゃあそれも増やしていくとまたどんどん終わんなくなる。増やしてくれ。はい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 、オッケーオッケー。オッケー。ああ、どうだ。おい、オッケー。来ました。気持ちいい、この空気が。これ大きいね。 OK。 危ね危ね。はいはいはい。ここからどんだけ続くか。あー、継続しないね。これがラストです。ラストです。秋元真夏です。よろしくお願いします。継続してよ。2。こっから告白なんで、リリーさんが告白してる。あ、最後は。告白しよう。キスキスキス。オッケー。ありがとう。秋元ちゃん、ありがとう。ここで。オッケー。ありがとう。やばい、浮き出るよ。来てほしい。はい。頼む、頼む、頼む。起きないか、何も。あー、何も起きない。これ。あ、おー、良かったです。ナイス。今のファインプレー。さっきからほだしかじゃない、ずっとじらされてるね。そうな、増やしてほしい。終わったやん。煽りが来れば。3515。200ゲームいきましたね。あと200ゲームで400のチャンスゾーン、降格ゾーンに行きます。まあそんなことはさておき、8192を引きたい。あれ遅れましたね。あれ、ここで触ってブラックアウトすればビッグバン確定。ただもう一度ドンと遅れた音になったんで、これがデフォルトです。遅れました。
嘘でしょ、そんなわけないよね。いやいや、うん、焦らしてくれるね。この台は結構荒いからね、あいつに安定して出玉確保しといてほしいね。あれすごいですよ皆さん。どういうこと、えらいご機嫌で拍手できたけど。あのもう朝一で 1% の引きました。え、はい、乃木坂で、あれ 1% なんでしょあれ、乃木坂のアナ、はいはい、で何引いた。 1% しか来ないレアなやつ来てますわ今日で。今何束出てる。今だからさっき終わったんやけど3500で終わった。おお、最初使用は5000。いいんじゃないですか、いい流れ。ちょっと今日いいっすね。次何打つの。いやもうとりあえずこれでいくよ。あ、アマデジで。うん、アマデジ万発あるかもしらんね。それ目指すわ。じゃあ最先いいよ。いやじゃあちょっと余ってるお金貸して。楽しかった、いきましょう。余ってるお金貸して。行きましょう。俺ハマってんねん。行きましょう。おい。よしよし。おい。まあまあでも薄いとこ引いてんやったらちょっと強くは言われへんな。もう一発ぐらい当ててなんかどっか行ったりします。そうですね。じゃあもう一回当てましょう。あいつが耐えてくれてる分私がどっかで爆発させる。これで決まり。あと視聴者の皆さん、今リリーと喋ってた時の僕見てました。1ゲームも無駄にせず回してましたよ。来てますわ今日で。今何束出てる。今だからさっき終わったんやけど3500で終わった。おお、なぜかというとあの瞬間にもしかしたら819にフリーズ来るんじゃないかと。1ゲームも無駄にしてない。スラッターの鏡、乗り打ちするにはもってこいの相棒ですよ僕。いきなり当ててもいいですよ。あーすいません、すいません、これじゃあ、あ、ありがとうございます。みんなで、ありがとうございます。すいません、はい、こういう時にパッと来ますからね。差し入れパワー、梅沢だほ行くか。ここに移してるだけでだいぶ違います。おめでとう、頼む。準備はいい？なんて言うの？準備はいい。え、なんですか？さっきこれで当たりましたよ。でも、あれじゃないですよ。先バレはなかった？それないです。ノーサキバレで当たる可能性あるのか。先読みにしてます。でも先読みなかったですよね。これで当たったらマジで梅沢ちゃん本物っすね。おいどうなる。どうだ。いや、当たり、まだ。熱い、熱いと。あ、怖え。この辺で当てとこう。仕留めよう。おー気持ちいい。梅沢ちゃんやばいっすね。気持ちいい。やりました梅沢ちゃん、やりました。梅沢ちゃんに本当に挨拶行きたい。そうっすね、挨拶行きたい。まあ、こっからどうなるかっすね。まずはここを越えれるかどうか。よし強い、強い。あ
ードは何個、はい、まあ、3、あ、まあ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 、でもでもまあまあまあ、どんだけ増えていくか、右を狙ってね、なるほど、まあ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 いいでしょう、これはもうエアバイト達成ですか、発生したらいいと思う、部位を狙ってね、あ、そういうことか、ナイス、まあ、どんだけ続くかよ、来ないですか、来ない、あ、来た、気持ちいいドキドキするパー引いてストックも増やしたいですね、え、それなんすよ、なんかビリビリしてますね、はい、お、来た来た来た、オッケーオッケー、オッケーオッケー、繋いでくれ、来ない、来ない、よっしゃ、はいはい、来ました、こっからよ、これ一回一回、これ抽選の時に 10% 引いたりする、多分、うん、10% の時は多分この P フラッシュってこれキュインキュインキュインとかになったりっていうんだと思う、はいはい、あれこれこれこれはまさか、まさか10回引き落ちた、10回引き落ちた、すごい、このタイミングいいね、今日いいタイミング、ありがとう、最高のタイミング、この台で見たやつ全部見ました、レジェンドチャージ、さすがレジェンド、さゆりんご、結局さゆりんご、おお、2個、また3個じゃん、いや、実質5ってことだよ、3たす3個、すげえ、あー、あれ来た、オッケー、ナイス、え、嘘でしょ、終わった、アモンマスは嘘でしょ、嘘でしょ、え、え、マジかよ、頼むて、ボイは狙ってますよ、ずっと、え、え、え、嘘でしょ、え、嘘でしょ、まあまあまあ、でもね、いいっすよ、全然、今何発あります、今5012、あと5ゲームで800ゲームのチャンスゾーン、確定のゾーン、ただ800ゲームのゾーンで煽ってきますよね、ここも煽ってきます、はい、次で800はブーンと炎鳴ってガーンやからね、さあこれは今800ゲームは20、お、
今ちょっと熱い演出きました。20% で広角のロングです。8割でショートとか言ってる間になんか熱いの出ました。中段リップ。斜めベル 50% です。斜めベル 50% で広角チャンスゾーン。チャンスゾーンいきます。もう今広角なのは確定なので。はい、50% でいきます。いった。うん、5ゲーム以内にベルが揃えば AT、 レア役引いたら抽選です。複雑です。揃うなら N で4、斜めベル3、ちょっと熱いね。揃いました。よっしゃー、にもかくにも初 AT。 はい、伸ばします。はい、終わり。これデフォか。いいよ。お疲れ。どう？いや俺はちょっと全然やけど。いや俺もうすごいよ、乃木坂の演出の全部見た。そんくらい。そんなわけない。でもすごかったですよね。めっちゃ熱いので、2回ともちゃんとラッシュに入れたし。はい。ほんで今ラッシュが終わった。終わりました。でちょっと一回飯行こうかなって感じ。ちょっと行っといてくれへん飯。あ、いかん。こんなとこ見せられへんから。あー、なるほどね。今んとこ多分俺使い7秒くらいやった。オール乃木坂今。ただ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 ハマってるだけやから。じゃあちょっと行きましょう僕らは。あと、はいはい、お金返してくれへんか。行きましょう。行きましょう。現金返してくれへんか。行きましょう。はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕ら PR チャンネルもですね、まもなくチャンネル登録者3万人と、はい、おーすごいな、伸びましたね。マジですごいですね、3万人。はい、見ていただいた動画もなかなか伸びて、はい、いい感じですか。いい感じで伸びておりますので、今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ1本目がですね、はい、前回森山さんからちょっとリクエストになった、ちょっとデータ系を、はい、はい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 、はい、去年面白かったですもんね。そうですね、海の1年間のみたいな。そうです。6号機万枚突破リスランクっていうところです、はい、6号機ね。6号機ですね、はい。10レースは地当たりのつかみです。フォーメーション。猫さん、猫さん、うん、6号機で一番万枚出やすい回って何なんですか。いいっすね。6号機万枚突破リスランキングトップ5、はい、バイ猫さん調べ。第5位ハルブリーブ 4.6%。 第4位ヤンコ大戦争 4.8%。 第3位、っていう、はい、これはマジで僕有意義やと思ってですよね。こいつ多分何のこっちゃやと思ってで今回2人だから、うん、ゲストなしだから。そうですね、はい、綺麗に100点満点。あ、100点満点、はい、いきます。はい、よろしいですか。はい、せーの。95。おお、2位。リリーさん、はい、90点は。いや正直俺やってない人でもさ、どんだけの人がどんだけ出るとかって全く分からんの、想像できんかった。それが言語化されたのがちょっと気持ちよかったね。スロッターの私95、これ結構高得点、うん、はい、最初の小芝居がちょっとあれがなかったら、あれなかったら97、8ぐらいはいってた。あの競馬ハットリとか。なるほど。2位ですね。2位、これで1位強。では無事2位を獲得いたしました。はい、ありがとうございます。ちょっと行ったことない方向行きます。いつもこっちですもんね。そうっすね。こっちってどうやって行くんですか。こっち側。皆さんすみません、僕吉本の見取り図でコンビなんですけど、ここって YouTube とかで混ぜダメですか。心霊系とか。あ、じゃあ先週持ってなんか見たことある。心霊系は出ないんですけど。 YouTube やってるんです。大丈夫ですか。すみません、ワンワンって急に。わか、シーフードガパオライスと、あと何でしたっけ。タコライスと、ソーセージサンドイッチ。ソーセージサンドイッチで。いやー、また一つ増えましたね、レパートリーが。やっぱ乃木坂との相性がやっぱいいっすね、抜群。でもなんかね、やっぱ朝
座った瞬間今日はいけるなと思ったんですよ。当たるんですよこういうのって。新しい最高のお店、はい、見つけましたんで、ちょっと今日は収穫が多い週でした。ちょっと、次週自分でもどうなるか分かんないですけど楽しみ。森山さんちょっと頑張ってほしい。あ、そうっすよ。マジで最近足引っ張られて、ちょっと兄貴とか言っておだめるのやめようかな。演出はニャンコ感満載。